岸田総理、増税メガネなんてあだ名ついてるそうですけれども、それもしょうがないですよね。実質税負担率 47% ですもんね。みんながみんな給料の半分持っていかれているわけではありませんけれども、実質税負担率ですから、年金や保険、そういったものを含めると平均で 47% 国に取られているという計算になります。国民健康保険もですね、国保税という名前の税金ですから、やっぱり重税だっていうことは間違いないですよね。国保税ということで滞納すれば、今は普通に銀行口座の差し押さえや家財などの差し押さえも普通に行われているただの税金であります。私が若い頃20代は消費税がなくてですね、実質税負担率は 35% 程度でした。さらに、私が生まれた頃はですね、さらに低くて実質税負担率 25% 程度でした。ですので私の親世代はその低い負担の中で結婚して子供を作っていたわけですが、私が若い頃は 35% の負担でした。それが今ではどうでしょう。 47% の税負担、こんな重い税負担の中でですね、我々若い頃はもっと軽い負担で済んでいたいい大人が、今の若い人たちに向かって、将来に希望を持って子供を産んでください、税負担率 47% だけれども俺らの若い頃は35だったけどな、なんてことはとてもじゃないですけれども言えないですよね。岸田総理は徹底した税支出の見直しするなんて言ってますけれども、私がいらないと思うですね、税負担、税支出いっぱいありますよ。何に使われているか全然わからない男女共同参画予算、これが約10兆円あります。とある自治体ではですね、この予算どう使ったらいいか分からずにテニスコートを作っちゃったとであります。無駄な税負担ですよね、税支出ですよね。次に SDGs 関連予算6兆円、ここにもですね、この豊島区にも SDGs の何かやれと言ってですね、私が議員時代に国から4000万円の予算降りてきたんですけれども、それで一体何やんですか、議員が質問したところですね、豊島区はとりあえずバッチ作って配ろうかと思います、と答えておりました。 SDGs で何やればいいの、職員すらも分かっていない正体不明。 SDGs って一体何ですかと完全に説明してくる人いるんでしょうか。何やらわけのわからない横文字を並べてですね、何やらわけのわからない金の使い道をひねり出すと、それが SDGs の正体であります。私が何の役に立ってるかわかんないなと思っているのは、子ども家庭庁の予算約5兆円であります。昨日でしたが、子ども家庭庁から公金を支給されている、補助金が出ているシングルマザーズフォーラムという NPO 法人、これにですね、ずさんな会計、使途不明金800万円というのが発覚しておりました。東京都にはですね、若年被害女性支援事業ということで、コラボ通団体にですね、何千万円も公金を渡していたんですけども、最近ここの会計が超ずさん、何に使ってんだかわからないっていうことが発覚し、裁判中になっております。私はもうすでに社団法人であるとか NPO 法人であるとか聞くと、うさんくせえなという印象しか湧かないようになりました。赤い羽募金も怪しい怪しい NPO や社団法人の仲間でありまして、赤い羽募金の理事が自分の関係する団体に赤い羽募金の金を回していたなんていうことも発覚しておりまして、私はもう今後絶対に赤い羽には募金しないと、こう決心したところであります。男女共同参画予算10兆円、 SDGs 6兆円、子ども家庭庁5兆円、これだけで21兆円あるじゃないですか。これをですね、全部やめてしまえば21兆円浮くわけですよ。消費税の総税収いくらかと申しますと約23兆円であります。私が言ったこの3つだけ、これさえやめれば消費税ゼロにできるわけなんですよね。で、47% もの重い
37% にできますよね。30年前の負担に戻すことができますよね。我々いいおっさんはですね、成熟したおっさんは税金の負担を自分らが若い頃に戻して、その上で今の若い方たちに俺らみたいに子供作ってくんないというべきだと私は考えております。